ドラマパソ、私も初めてだと思ってたんですが、お、比較的まとまってますね。まずピンチがいいんじゃないですか。ピンチの並びがね、素晴らしいんですよね。なんちゃが最強戦初出場となります矢野優香です。シャーガといつ、お、一メンツできました。ドラが入れば一気に締まるかというところです。シャーチャに加藤哲朗、メンツが3組ですか。メンツはありません。自家製のシャーから切っていきました。そしてペイチャに本郷かなた、こちらは初が統一。やっぱり元さんがいいですね。今のチーソーが嬉しいですね、うん、ドラのパッソーに表示牌を持ってきましたからね、強いですよね。そうですよ。矢野さんもいいシャンテンだ。いいシャンテン。まずはこれ想像に染めちゃダメかしらね。なんか、まあ、とりあえずチートイツか手堅くいきそうだね。手堅くいってますね、うん、やっぱりこれ大事なのがあって、まあ、チーチャースタートあるいは、ね、はい、ペイチャースタートでやっぱちょっと構え方変わるんですよね、はい、うん、やはりどちらかというと、お、今度はどうするか。ウーピンを切っていきました。どうしてもチーチャーの方がその親番落ちたから曲数が多いという意味ではいろいろ考えなきゃいけないことも。そうですね、はい、あとこう打ち方そのものは変わらなくても気分がちょっと違うんですよね。ラソエですと、はい、もう最後まであるっていうんでね、はい、だからチーチャースタートなんちゃスタートだと親場落ちた後また打ち方が難しくなってくるっていうのがありますので、はい、そこをまずはもっと相当伸びてきてる。どうすか、ピンを切る。相図一色もあるか。メンツができた。2メンツ目、あ、いいシャンテン、 シャンテン、イーソーポンです。加藤、あ、染めていきますね、うん、これ もう染め手になりそうです。まあ、陳一本線なんですね、うん、あ、ごめんなさい、これね、うん、これで老僧が1枚浮いている形ですが、本郷どうするか。こちらは矢野の手牌。もう一回ソーズ、それでも切っていきます。ツーソーチー、これでツーフロメ、どうだろう。さあソーズにくっつきましたが、スーソーがもう場に2枚、そしてチーソーがドラ表示牌であります。あ、厳しいんですね、チーソー。ああ、リーチですね、これは。さあ、テンパイですが、うん、ドラ待ちですけど、うん、これはリーチの方がいいですね、うん、はい、しっかりとリーチをかけました、はい、先生リーチ、これ怖いですよね、相手からしたら、うん、はい、パーソーっているんじゃない。パーソーは3枚いますね。3枚ですね。おう、もっとフェイキが1枚持ってるだけです。一旦初で受けます。ソーズ、ウーソーにくっつきました。現物の現物固くいきました、はい、一発は3層でした。これ泣けますよね、うん、3層ポン、これでいいシャンテン、はい、ただ残る形がちょっと形が苦しいんですよね、はい、ただね、他の3人から見たらかなり脅威ですよね、うん、ドラ色ドラ色の陳述ですからね、はい、これも打てませんよね。ウーピン連打ですかね。もう打てないね、うん、ウーピンウーピンでもう加藤さんとリーチの間割って入れないんで、うん、はい、これはもうちょっと自分の出番じゃないかなっていう、横移動であってほしいなみたいな、あ、この急走は泣けないか。急走は泣けないですね、はい、まあ、久しぶりの麻雀と元さん話してましたけど、はい、そのあたりは冷静に今のところは打ててます。でリーチに E ピンって怖いんですけど、はい、押しましたね。現物の急走があるけど、はい、E シャンテンで押しましたね。まあ降りるのちょっと難しいですもんね、うん、難しい、このチーワンも全然無筋なんですけど、うん、押す、もうこのここはもう腹をくくって、はい、相手の矢野さんがもうどんな打点でどんな待ちかわからないから、はい、もう全部行ってしまえっていう感じですかね。なるほど、ドラが入ればテンパイの形にもなります加藤ですが、あとは先にそのドラを引いて上がることができるか矢野優香。
難が重なりました。リーチにはあ難は安全牌なんですね、はい、ただそうですね、うん、親がまだねリーチ来るかもしれないからこの難の使いどころも考えなきゃいけないんで、はい、元は今のところ現物を切っています。天敗しました。現物の急須を切ってサブロッソ、いやこれ難しいです、ロッソを切るかもしれないです。そうです、三層ポンですので、あ、はいはいはい、あの実は急須の方がいい街なんですこれ、うん、はい、急須を1枚切れ、矢野が1枚持っていますので 1,2,3 あと1枚ありますか。ありますね、ただパーソーは3枚いるんですけど ね、 ですね、3対1ですが、あっとドラ引かされる。これは短期だね、これはね短期します、はい、あのやっぱこのドラ待ちがもうほとんど結構筋が通ってしまいましたんで、はい、パーソーが大本命になってるんですよね、加藤からしたらラッキーですよね、はい、これね、もうむしろパーソー待ちであってほしい、そう、あのもうオナテンだなみたいな感じですよね、はい、もこれ加藤さん引いたらすごいね、うん、食い取ってるわけだもんな、そうなりますね、はい、まだ引けない、残り2枚のパーソーを巡る戦いは加藤対矢野ですが、積もり切りました、加藤3600陣一ドラドラ3000独占の上がりです。昔さ加藤さんってこういう強引な仕掛けしなかったよね、うん、だけど今はね何でもやるんですよ、はい、だってリーチに何枚無筋押しました、ね、何ってもないのにね、イーシャンテンから、ね、はい、3筋ぐらい押しましたよね、そうです、1ピン G1 で安ピン、ダメですね、すごいですね、はい、